さあこの車オデッサイハイブリッド、ホンダの中でもそのミドルレンジのハイブリッドは、2モーターハイブリッドを使ってるんですね。まあ、1モーターの DCT は、フィットクラス で上の NSX とかレジェンドは、DCT の3モーターになるので、真ん中が2モーター、まあ、1モーター、2モーター、3モーターっていうのがホンダのハイブリッド戦略なんですけど、まあ、中でもこの、ミドルレンジの2モーターデュアルモードハイブリッドは、実はトヨタの、2モーターシステムによく似てるんですね。まあ、いわゆるトランスミッションがなくて、まあ、モーター2つありますから、1つが、常時充電側に回れるというような意味で、非常にこう複雑ですけども、まあ、システムとすればよくできていて、乗った感じもなんか一番電気自動車チックな感じがします。まあ、プリウスは 1.8 リッターですけど、こちらのオデッセイの2モーター、ハイブリッドシステムはエンジンが2リッター NA なので、非常にエンジンの出力トルクもあって、モーターは2つ足すとかなりトルク大きいんですよね。だから、まあ、ざっくり言うとモーターとエンジンで約300馬力ぐらいあって、この大きいミニバンオデッセイを加速させるのに、まあ、十分な、パワーとトルクがある。でしかもモーター2つなので、走りながら充電に回れますから、非常にこう電気の使い方が、まあ、こなれたシステムというふうに言えますね。結構ロードノイズも静かだし、なかなかオデッセイよくできてますよね。で最初ガソリン車で出た時はちょっと乗り心地がアブソリュートとかスポーツバージョンもあったんですけど、ちょっと硬すぎるんじゃないかなっていう声もあったんですけど、このハイブリッドは非常にサスもこなれて、しなやかになってますね。価格的にはちょうど今日乗った車が400万円なんですけど、まあ、ミニバンとしたら少し豪華なミニバンになりますよね。まあ、それでもこのトリッキーな感じと、まあ、力強さで静かさ、結果的に燃費もいい、まあ、そんなミニバンに仕上がっていると思いますね。